皆さんこんばんは。淡井圭介よりいつものルートで送った政治経済、などの提案、8です、8ですね、ちょっと以前の内容で抜けてたんですけども、とにかく、ウクライナとロシアの戦争に関してなんですけども、両軍一旦停戦していただいて、で、まあ、ウクライナの立場分かりますんで、まあ、もともと民主国家ですから、住民の人たちに地下の空洞化やエネルギーの残存量や解決方法に関しても、ある程度の部分で日本人で目処を立てている人間がいて、計画があると。で、その辺の話してもらって、で、本当にロシアがいいのか、ウクライナがいいのか、自分たちで決めてほしいと。で、それをしなかったら、住民たちで自分たちで決めさせなかったら、それはずっと遺恨になっちゃうんですよね。どちらかの、国が決めたっていうことになってしまうと、どちらの国かで決めてしまうと、その決められてしまった不満を持ってる国が、何かとそれを蒸し返すでしょ。だから、話気になくなっちゃうんですよね。だから、まあ、一応ちょっと日付確認、2022年、10月の5日です。ちょっとね、今日もお仕事終わってから、さっき、晩ご飯食べて、シャワー浴びてと、それでやっと、録画する時間を作ってと。まあ、私の方ももうバタバタで、大変です。で、住民に対して先ほど言ったエネルギー問題、金属の残存量だとか、まあ、石油ガスの残存量、まあ、そういったところまでの話と、あと、ま、いろいろ問題点あるかと思うんですよ。あんまり、ヨーロッパへガスの供給とかに関して、ロシアが、止める云々の話をされてしまうと、やっぱり、みんな怖くなっちゃうんですよね。で、どうなるんだろうって、ガスとか石油入ってこなかったらどうなるんだろうっていうことがありますから。もちろん物流とか止まったりします。そしたら食料手に入らない。餓死者が出てくる。これが本当の世の中の現実ですから。その辺のところは、まあ、早急に、停戦していただいて、しっかりと、まあ、国境どこで決まるかはもう住民に決めてもらって、で、ロシアは、供給をウクライナにちゃんとするよと。もともと住民が言い始めたことで、こちらも動くしかなかったと。いうことでね、話、しっかりと、確定しましょう。どこで国境線引いたかなんか、もうそれ勝ち負けじゃないんですよ。もう あんまり意味ないんです。国連というものがありますから。デフォルトしたら、国があったとしたら、そこへ世界中からの、お金が投入されて、まあ、なんとか復興頑張ってもらってとか、まあ、そういうふうなことになってきますんでね。あんまり、どこで国境線引いたらいいかなんていうことは、あんまり意味ないんですよ。な、アメリカも、領土の拡大なんか何にもしようとしないでしょ。で、もともとロシアの言い分もわかるんですよ。もともとはソ連として一つでまとまっていたんだと。我々は一つの国として仲良くしていたんだっていう言い分、わかるんですよ。ただ、もうここまで戦争になってしまうと、ややこしいんで、第三者である国連が、中心になって住民投票させて、で、住民、あなたたちが責任持って判断してくださいよと。もう、その後の判断で、もうその後の物事は、その後の内容で通していきますよと。それしなかったら、結局、もう、どちらの大統領も、もう対処しようなくなるんですよ。もう、どう対処したらいいかの解決手段がなくなっちゃうんで、そこでもう線引きしましょう。そうじゃなかったら、シリアみたいにずっと戦争している状態になってしまいますので。で、この戦争を停戦して国境決まったら、次、シリアの停戦に、私から世界へ、提案します。で、世界中の、国連や、首脳の方たち動いてください。世界中で足を引っ張り合いをするんじゃなくて、世界中で協力すること。解決策は私が、打ち出してます。どうぞ、河川水門開閉式弾発電や地下水流トンネル発電、どうぞ作ってください。私は特許料を求めません。これを、この VTR をしっかりと録画しておけば、国際司法裁判所だとか、その、特許料云々の件に関してね、事業計画云々に関して、そういう問題も発生しませんので、もうお金の世界は、もう僕はもうある程度でいいと思ってるんです。ただ、僕としても、今まで関わってきた人たちで大きな利益を上げてる会社から、例えば任天堂さんだとか、まあ、中国の別行さんだったりだとか、お金、こちらの提案でかなり考えて作ったものなんだから、僕に一円もなしって、それはそれで、違法行為であるから、
話ややこしくなっちゃうんですよ。何のために日中友好関係作ってきたのか。僕は阪神・淡路大震災の被災者で、提案までしてるのに、もう家も全壊して、で、神戸市北区に移り住んでいて、ホームページに書いてますよ、今までの状況。で、ずっと集合住宅状態なんですよ。だから、仕事も人材派遣業だったから、ボーナスもらえなかったし、だから、結婚してお嫁さんを養っていくっていう自信がなかったから、だから、まあ、今まで結婚できなかったっていう部分もあるし、女性もそれ求めてくるでしょ。ただね、もう今からの時代は自動化がかなり進んでるから、仕事の絶対数はもともと少ないのに、正社員の、仕事の絶対数が少ないのに、仕事を女性が男性に求めすぎてもこれ無理あるんですよ、数が。だから女性の方も男性の方もあんまりお金求めないような形にしなかったら、どちらにしても先進諸国もう全部どこの国も少子化で、どんどんアメリカは移民でなんとか人数が横ばいになってるだけで、移民の方が来なくなったら多分、日本や他の、まあ、ロシアとかもそうですけども、人口縮小しますけども、同じく縮小すると思います。もう、社会の仕組みの構造を見たら、もう、これは明らかですね。で、この、淡井圭介より、いつものルートで送った政治経済などの提案の、その、一つ前の奈良で、話してますけども、精神病院で、出してる薬。これも、世界中いろんな、国で同じようなことしてるでしょ。精子が生産できなくなる。だから、まあ、これは18歳以上の人しか主張できないように、してるんですけども、まあ、要するに、ペニスの、精子、まあ、のことですよね。その、作れなくなるんです。だから、あのもの飲まされたら怖いから、自分の体がどうなってるのか分かんないから、飲んだふりして便所で、流し込むし、家帰ったら帰ったで、まあ、昔は親とかいたんですけど、もう亡くなりました。で、弟とか家にいたとき、先生の言うことをちゃんと聞いとかなあかんか、ちゃんと聞いとかなあかんとか言って、薬飲めって言ってくるんですよね。その飲みたくないから、やっぱり便所に流しますよね。それが普通で正常な判断だと思うんですよ。自然界から出来る、まあ、木とか草、そういったものから作った薬品で、そんな都合のいい、何かが治るものなんか、傷薬とか、睡眠薬とか、痛み止め、あと、下痢止め、下剤。まあ、こんなものですよ。他ないですって、多分。まあまあ、オペに使う時の、まあ、麻痺する麻酔とか、まあ、ああいったものもありますけども、そんなにもう、そんなもん薬飲ませるだけ、無駄、金の亡者に走ってるだけ、精神病院の方が。だからもう必要じゃない薬を全部やめさせなきゃならない。そのペニスが、精子が生産できなくなるような薬も世界中で生産禁止にしないから、世界中で海に流し込むような形になってるから、だから魚の繁殖能力落ちてるんだと思いますよ。こんな厄介なものを作るからですよ。これも第二次世界戦争の昔の人たちの負の遺産ですよ。これ世界中で協力してちょっと何とかしましょう。もう日本は日本で先に動かせていただきます。もう岸田さんも知り合いです。日本の国会議員の人たちほとんど、多くの人が淡井圭介と会った人たち多いです。まあ今まで、辞められた方とかでも淡井圭介と会って、まあ知事になった方とかもいっぱいいます。で、ちょっとね、本当に何を本当にしなきゃならないのか優先事項はっきりしてるんでね、私の述べてる内容最優先事項で本当に物事進めてください。重要な、内容ばっかりです。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。本日もどうもご清聴ありがとうございました。本日はこれぐらいで、一旦電源落とさせていただきます。本当はまあ、いろいろ述べたいことまだまだあるんで、あ、そう。ちょっと待ってくださいね。まだあったんですよ。ね、山口組って、もともと一つだった頃、私が小学生ぐらいの頃、田岡五伝って呼ばれてたんですけども、そこが山口組のトップだったらしいんですけども、兵庫県の播磨、要するに姫路よりもう少し西の方ですね、そこの方に、田岡製薬品所か何かで、田岡化学工場か何かそういう名前のところがあるんですよ。だからそこが行政とつるんで、だって精神病院なんかほとんど、国の税金が投入されてますから、
まあ、国から年間、精神病院関係だけで、数千億流れ込んでます。もうこれはもうマスコミに調べてもらったし、自分の方でも、およそのところですけども、兵庫県にある精神病院、入院させられる精神病院の数と、あと薬を出すだけの、クリニックだとか、まあ、精神科の病院の数調べました。これ相当な数の人が精神病院通いにさせられてるんですけど、これ警察や福祉事務所にも問題があります。昔からある制度で、こんな実態になってたとは知らなかったでもう済まされる問題じゃないんですよ。だから精神病院なんかに連れて行ったって何の解決もしないんです。そうじゃなくて、なぜそうなったのかの悩み事とか解決方法を提示してあげなきゃなんないんですよ。そしてそれを解決しなかったら意味ないんですよ。で、私の場合は、山口組を3つに割れたの、なんだの、工藤会に関して死刑判決なんだのっていうことを言ってきましたから、僕ももうそれ言ってメッセージ送った後、怖かったです。買い物行くときとか、車が横通り過ぎるだけで怖かったです。いつか、山口組の連中とかに、跳ね飛ばされるんじゃないかと。だから、ただ、元辿っていったら、暴力団って何だったんです？行政絡みでお金稼いでた連中とちゃうんですか？だからちょっとその辺のところもね、昔のこと知ってる人集めて、テレビでちょっともう本当に真実公開しました。そうじゃなかったら、いや、もう今の国会議員の人たちのせいじゃないんですよ、絶対に。もう第二次世界戦争が、それ以前の前から人口抑制みたいな形で動いてたんでしょ、どうせ。まあ、薬がいつからその特許通して、販売されたかを見たら、薬がいつから出回ったかなんかすぐわかりますから。いや、世の中本当はこんなことになってたって、知らない公務員さんの人たちも、行政がこんな組織だったとは知らなかったということで、まあ、万博ほど万博なものはないっていうことを、総合運動公園や、スタジアム等の建設費用のところに書いてますけども、40番台前後ぐらいのところに書いてたと思います。で、そこで、万博ほど万博なものはないって、作ったら作りっぱなしなんですよね。で、返済の費用見込みなんかないで、消費税っていうものは、贅沢税なんですよ。物を、物資をたくさん消費してしまうから消費税が上がっていくと考えてもらって結構です。もともと東京都で先に先行してできてます。ディスコとか踊り狂ってた時代があったから、だから音楽業界も一時期はアイドルとかも数少なかったんですよね。で、踊るのを、もうなんとなく踊ること自体はなんか変だっていうことがみんな分かってたんですよ。だけどもその変にマハラジャとか変な名前のディスコはたくさんあった時代が昔にあって、僕は小学生時代の頃ですね。だからそれぐらいの時代のその変な人たち、そこで覚醒剤とか麻薬の取引が行われてるっていう、そういう実態が当時はあって、そういうふうに集まって踊るのやめなさいと。だから時代をもう一回りしてきてるような気がするんですよね。だかといって、やっぱりアイドル業界の存在をある程度の部分では僕は認めていくし、ただしアイドルになって曲提供してもらって歌ってる以上、お前ら本当に写真集出すときに下着をさらけ出すような写真集なんか出すなと、ヌードなんか論外だと、お前らそれ悪徳業界の方やだと、そういうことは言ってます。もうこれ公にしてますから。そんなメンバー、AKB グループとか系列とか佐賀グループからどんどんもう出て行ってもらいます。で、もうテレビにも出さないように言います。そうじゃなかったら社会の統治なんかできません。世の中めちゃくちゃになるだけです。人に迷惑かけてまで金稼ぎしようとすんな、アホ。ほんまにええ加減せえ。阪神淡路大震災の被災者がこれだけ頑張っとんねんぞ。世の中一体どうなっとんねん。恥を知ってくれ。同じ日本人としては本当に情けないということです。これは私の本音ですので、皆さんもう本気で取り掛かりましょう。放送界、それはテレビ局のこともそうだし、法律業界のこともそうです。皆さん実力がある方、法律のことしっかり覚えられてた方、放送業界が法律業界がいっぱいいっぱいになってるんだったら、ちょっと現役復帰してもらえませんか。ちょっとみんなで裁判所で解決しましょう。フル稼働していきましょう。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。